私が数学がとっても苦手だから、やはり自分の知らない世界を教えてくれる人が結構いい感じですね。はい、なるほど。武田塾チャンネル。いやもう僕どっちかというと夏勉強できなかったタイプなんで、はい、もう9月からめっちゃ頑張りました、ね、そういうこともうね、台風の目になるぐらいのつもりで頑張ってほしいですよね。そうですね、吹き飛ばされないように ね、 逆にね。そうです、吹き飛ばされないように周りの受験生を吹き飛ばすぐらいでね、はい、やってほしいですね。はい、ね、その諦めないための方法をね、はい、聞きたいときはぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、ね、そんな、受験生の悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。宮田先生、はい、今回の質問ですか。はい、今回の質問は、うん、宮田先生は文系か理系かどっちと付き合いたいですか。ほう、教えてくださいということで気になるらしいよ、うん、これはいいんでしょうか、うん、答えてしまいますね、はい、ちなみに僕は文系ですけれども、どっちがいいですか。私は理系の方が好きです。はい、ということで武田塾チャンネル出演者の男性陣全員全滅ということですね。全員文系なんですね、これはね、はい、ちなみになんか理系がいい理由は何ですか。はい、やはり私が数学がとっても苦手だから、やはりちょっと自分をこう持ってないものを持ってる人がいいなと思いまして、うんうん、はい、理系の方がいいな。数学めっちゃできる人がいると経験すると、はい、そうですね、はい、この問題解いてって言ったらささって解けるような方がどんなシチュエーションでそれが起こるのかちょっと分かんないけど、なるほど、そういう人がいるね。そうですね、はい、まあ、かっこいいなって思ってますが、これはそうですね、まあ、文系の方も全然文理あんま関係ないですけど、はい、なるほど、はい、ちなみになんかその文系とか理系とか勉強関係じゃなくて、はい、こういうのなんかこう自分は惹かれるなみたいな、はい、こう要素はあります。そうですね、頭のいい方、うん、いや、お勉強もできるのもそうなんですけども、ほうほうほう、何においても例えばすごいギャグが面白かったりとか、うん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 、あとはもうなんか勉強以外のことでいろんな知識を知ってる方、なるほどなるほど、はい、そういうのがグッときますね、うんうん、やっぱその自分の知らない世界を教えてくれる人が結構いい感じですね。はい、なるほど、まあ、割と凝り性なので皆さんはその分なんかこう自分が知らないことを凝り性な人が結構いい感じですかね、はい、そうですね、はい、うん、知識がたくさんある人が大好き、うんうん、なるほどらしいので、宮田さんにですね、ぜひ好かれたい皆さんはですね、自分だけの、詳しいものを持っていただければと思います。はい、というわけで今回は以上です。武田塾全国の校舎で受験相談いつでも受け付けております。そうなんですか。やってるでしょ自分自身。有料ですか。無料ですよ。無料で24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ。はいですね。で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。